デルタ航空、デルタ航空、デルタ航空はアメリカ合衆国ジョージア州アトランタ市に本拠を置く航空会社である。1929年にコレット・イーウール・マンラがルイジアナ州モンローでデルタエアサービスとして旅客サービスを開始し、それまで農薬散布の会社、1941年にアトランタに移転する。社名は ミシシッピデルタにちなんで付けられたものである。現存するアメリカ合衆国の航空会社では最長の歴史を持つ。第二次世界大戦の際には他の航空会社と同様アメリカ軍への協力を余儀なくされたが戦後になるとその規模を急速に拡大し始める。1955年には早くも本拠地のアトランタを中心とする乗り継ぎ形態として ハブスポークシステムを構築している。1960年代になると DC-8 をはじめとするジェット機を導入し、1970年代までにほぼジェット機に機材を統一した。1953年にシカゴサザン航空と、1972年にノースイースト航空と、1987年にウエスタイ航空と合併する。 1970年代半ばまでは中米路線はあったものの国内線が主であったが、1978年には規制撤廃に伴い太平洋路線を充実させていった。1987年には初の太平洋路線として DC-10 型機を使用してポートランド国際空港から東京へと就航。 1991年には破産したパンアメリカン航空から大西洋、ヨーロッパ路線を買収し、基本的には国内線及び近距離国際線、そして大西洋路線を重視したネットワークを形成していた。2005年、原油価格の高騰に伴う燃料費の増加によって収益が悪化。加えてハリケーンカトリーナによって同社の地盤である。 アメリカ南部が被害を受けたことなどから経営危機に陥り、同年9月14日、ノースウエスト航空と同時期に連邦倒産法第11章の適用をニューヨークの連邦倒産裁判所に申請して経営破綻した。しかし飛行機の運航自体は継続しながら経営再建を行い、2007年5月1日に正式に連邦倒産法第11章から脱却して、 経営再建に成功した。これと同時に機体に新塗装が施され、新しいロゴマークも発表された。それに先立って、ニューヨーク証券取引所への再上場も果たしている。2008年4月14日、全米5位のノースウェスト航空との合併を発表し、同年10月29日、アメリカ合衆国司法省による承認を経て、当時としては、世界最大の航空会社、 デルタ航空が誕生。2010年1月31日をもって、統合を完了した。2012年、シンガポール航空が保有していた、バージンアトランティック航空株式の49%を取得し、共同事業を行うと発表。翌年9月に、ハントラスト法の適用除外認定を受けた。また、同年5月には、日本市場における、競争力、 財務力を強化するため、日本支社長に、日本人実業家の森本大、森本正る、同志社大学卒、元日本コカ・コーラ副社長を起用した。2018年2月、マージョリー・ストーマン、ダグラス高校縦乱者事件を契機に、全米ライフル協会会員に対して言ってきた、運賃割引制度を廃止することを打ち出すと、ライフル協会会員からボイコット運動を受けることとなった。 同年3月、エド・バスティアン CEO は社内向けのメッセージで、ライフル協会に限らず、政治的に異なる見解を持つ団体すべてに対して、現在適用している、運賃割引制度の見直しを進めていることを示唆している。現在では、メインハブ空港である、アトランタ国際空港をはじめ、ハブ空港から、アメリカ国内及び、世界各地に向け、 1> 1日に4900便をを超えるるフライトを運航している国際線は欧州、アジアカナダラテンアメリカ、アフリカに就航している。また、2009年7月よりオーストラリアに新規就航を果たし、世界でも6大陸すべてに就航する数少ない航空会社とな。旅客運送数及び旅客キロ数でアメリカン航空に次ぐ世界第2位の大手航空会社である。 航空連合のスカイチーム創設メンバーであり、中心的な航空会社。デルタ航空の保有機材は700機を超え、単一の航空会社が保有する機材数では世界第1位である。その種類は、旧デルタ航空保有のボーイング車製機材、旧マクドネルダグラス車製航空機を含む心のラインナップに加え、ノースウエスト航空から引き継いだエアバス機など多岐にわたっている。 そのため、様々な座席数を持つ機材が豊富に揃い、各路線に最適なサイズの機材を投入することが可能となっている。反面、機材の競合も多く、整備や部品管理などの効率が悪くなっている。なお、デルタ航空が発注した、ボーイング社製航空機の顧客番号、カスタマーコードは32で、航空機の形式名は767から 332ER。 777から 232ER などとなる。ただし、ノースウエスト航空から引き継いだ機材は、ノースウエスト時代のカスタマーコード51が与えられており、航空機の形式名は747から45万1757から251となる。DC-9 シリーズの退役によって、代替機としてエアトランで使用されていた。 ボーイング717型機を中国機で導入し、更新中。原油保有機材数で一番の王所帯である、ボーイング757から200型機は一つの機材でなく、エアバス A321 及びボーイング737から 900ER 型機の2機種の新造機によって、代替する予定。ノースウェスト航空が発注していた。 ボーイング787から8型機については注文一部取り消し、残りも納入が延期されていた。受領は2020年に延期していたが、2016年12月27日に発注キャンセルされ、発注取り消しについて契約の具体的な内容は非公表としている。なお、デルタは発注済みの737から 900ER を2019年まで、 受領する予定で、計120機に上る。ボーイング747から400及び767から 300ER 型機の代替を含めた、ワイドボディ50機程度の導入を検討しており、エアバス A330 シリーズや、エアバス A350 シリーズ、ボーイング777から 300ER 及び777から8、マイナス9、 ボーイング787シリーズなどが候補に上がっていたが、2014年11月20日に、エアバス A350 から900型機と A330 から900ネオ25機ずつをボーイング747から400型機や67から 300ER 型機の後継機として発注し、A350XWB は2017年、 A330 ネオは2019年から受領する予定と発表された。このうち A350XWB は同年10月30日よりデトロイト成田線でのデビューを果て立ている。2017年12月13日、エアバスの A321 ネオを約100機発注する計画を発表した。エンジンはプラットホイトニーの予定である。 ノースウェストコールと合併後、ボーイング747貨物機を含め20機以上の747シリーズを保有し、同社最大機材として太平洋路線中心に運行された。まず、ボーイング747貨物機を中心とした貨物専用機の運用を2010年1月末をもって終了し、退役した。ボーイング747から400型機は、 引退間際まで異援権を有していても成田空港の発着枠に限りがあり、多頻度の運用が不可能といった事情により、需要旺盛な日本とアジア市場への一定の座席供給、輸送力を保つにはボーイング777型機では容量不足かつ成田空港内の整備工場でボーイング747型機の高度な整備が可能なことも運用を続ける理由となっていた。 しかし、初期に就航した機体は25年以上運用していることもあり、ボーイング777型機が長距離 E タップス、運用可能な LR 型が就航し性能を活かしたことや日本に提携できる、カウンターパートナーが核できないなど日本におけるハブ、機能価値が低下したことからデトロイトからソウル、ニ川、上海、ホトなどの同社の多国提携先がある。 米本土アジア間の直行便化などの運用が可能になってきので、同景気について2014年第3四半期の業績発表時に2017年に完全退役する予定を発表した。2015年9月8日、ハワイ時間のホノルル発アトランタ業836便を持って引退した同社保有の N661US 製造番号23,719。 696ノースウェスト航空85便、緊急着陸事故当該機は747から400型のプロトタイプの一機のため、2016年4月にアトランタ本社の付属施設であるデルタ航空博物館に寄贈され、2017年3月28日より一般公開されている。2017年同社道景機は運用6機となり、 デトロイト発着便アジア便を中心に運行され N669US で運行された10月29日発デトロイト成田 DL275 便と翌30日成田デトロイト DL276 便をもって本の定期路線から同車道景気は引退したが11月28.29日にかけて N668US がアメリカ軍のパトリオットエクスプレスで 仙台、カデナへ飛来している。12月に運用4機になり、当初、現地時間で12月15日発、デトロイト新川 DL159 便と12月17日発、新川デトロイト DL158 便往復便で、定期便ラストフライトとしていたが、12月12日になって17日発、デトロイト新川 DL159 便と19日発、 二川デトロイト DL158 便往復便が追加、さらに17日発デトロイト発が当日になり、パイロットを4名確保できず、翌18日に、デトロイト二川 DL9859、159A 便が設定され、N666US が18日午前9時18分、デトロイト発19日13時11分二川機で、 運行を理解しに側デでトロイトは12日に設定された19日に側発で DL158 便約2時間半の遅延で運行した定期運行便とは別に18日から自社社員向けのフェアウェルツアーを以下で運行また12月31日まで年内はスポーツ団体向けを含むチャーター便を運行し2018年1月3日までに 前期アリゾナ州マラノへ改装された。デルタはこれらイベントを SNS で DL747 フェアウェルのハッシュタグで情報を発信するとしている。就航都市は全世界にわたり350都市を超える。ここ最近まで成田空港もハブにしていたデルタ航空は1987年3月に日本乗り入れを開始した。旧車時代は 成田国際空港からポートランド、ロサンゼルス、ニューヨーク、アトランタの各路線を運行していたが、2001年の9.11、同時多発テロの直後、成田アトランタ便を除いたアジア路線から一時撤退した。その後のノースウェスト航空との統合により、2009年から成田でのハブ機能を充実させた。2013年には外国航空会社として、 同空港で最多の運航便数を誇り、その便数は日本航空、全日本空輸に次いで3番目となっていた。2017年ウィンタースケジュールでは、旧ノースウエスト航空の路線と合わせ、アトランタ、デトロイト、ミネアポリス、シアトル、ロサンゼルス、ポートランド、ホノルルのアメリカ7都市とグアムから成田、および成田コロールに向けて運航を行っていた。名古屋、 中部発着のデトロイト線では、デルタ航空が運航する日本路線としては初めて、日本の特定地域の特産物を取り入れた、限定機内食、松坂牛仕様の提供を、ビジネスクラス以上の乗客を対象に施しているなど、近年では、日本人向けの機内サービス向上に努力していると評価されている。また、既得の旧ノースウエスト航空の移縁権を活かすことで、 成田国際空港をハブ空港の一つとし、同空港からシンガポール、マニラ、上海、ホトウへのネットワークを形成している。かつては、関西国際空港からマニラ、台北、高尾、クアラルンプール、ジャカルタ、中部国際空港からマニラへ向かうイエンケンルートも、あった。なお、旧車時代では、名古屋、小牧ポートランド線、ロサンゼルス線を運行しており、11ヶ月だけだが、 福岡ポートランド線を運行していたこともある。2011年2月19日から東京、羽田の発着枠拡大に伴い、ロサンゼルス便を開設し、1日1便を通年で運行している。デルタ航空は従前の成田の立議便よりもアメリカ本土からアジア各国への直行便を重視しており、実際太平洋路線のうち、日本路線の占める割合は、 2009年の72%から2013年の49%にまで下落している。日本国内線でコードシェア便相手を確保できなかった JAL は One World ANA は Star Alliance に加盟しており、スカイチームには日本の航空会社は加入していないため、国内での地方空港からの旅客を取り込めないでいることや、 アメリカ本土とアジア各国を結ぶ路線が増加したことから日本経由の路線を減らす方針であると発表しており2011年には成田空港で週196便があったが2018年に入ってからは1月8日にグアム便5月6日に唯一の直行便だったサイパン便とパラオ便を運休し7月には上海ホトウ便を撤退することで 成田空港発は週53便まで減る。その一方、成田空港内にある格納庫の賃貸借契約に2014年10月1日からの使用開始で合意し、12月1日より成田テクニカルオペレーションセンターを開設した。同空港をアジア地域の拠点として活用する動きも出ている。2015年頃、日本市場での提携先を模索しているとき、 スカイマークが民事再生法を申請し、再建者集会で再建案を決議することが決定し、当初 ANA ホールディングスを中心とする案が無決議で採される予定であったが、ANA 側が提示した再建案で民生方針生前運行されていたエアバス機、発注していたエアバス A380 を排除した再建案に、再建者であるエアバスと航空機リース会社の インレピットが反発し、イントレピット側は、デルタ航空を担ぎ出し、デルタ航空にしてみれば欲しかった日本市場での航空会社を参加にでき、日本で加盟航空会社がないスカイチームへの加盟可能性があったので、ANA とデルタが相対する構図となり、決議は、ANA 側が、エアバスに将来的機材計画で、エアバス機を優先的に採用する取引を持ちかけ ANA の 再建案へ賛成させた。上記のような騒動後、2015年末頃に日米航空交渉の目途がつき、羽田空港の昼間発着枠が新規割当てされる可能性が出てきたが、デルタ航空は従来の成田国際空港の地位低下を危惧し、羽田空港発疑枠新規割当てをするなら、成田空港発着枠の移行を要求した。2016年1月13日、 東京、成田からミネアポリス線の運行を廃止する可能性があることが報道された。しかし、2016年2月18日に日米航空交渉が合意に達し、2016年10月末からの冬季スケジュールからアメリカ線の羽田発着枠は昼間時間帯に日米双方5便、深夜早朝時間帯に双方1便の1日計12便で合意された。 これを受けてエルタ航空は、羽田空港の昼間の発着枠の部分的な解放に合意したことを非常に残念に思います。羽田空港では引き続き競争が制限され、厳しく規制された空港となると思われますという立場を公表したが、新規枠に対し米運輸省に、ロサンゼルス、ミネアポリス、アトランタ線の就航希望を申請したと発表し、2016年7月20日、 米軍優勝により、デルタのロサンゼルス線とミネアリス線の割り当て決定を発表された。デルタは、今回の羽田発着枠の配分で、スカイマーク再建者決議によって、日本に共同事業パートナーを持つデルタ以外のアメリカ系の航空会社は、JAL と提携するアメリカン航空、ANA と提携するユナイテッド航空で、羽田空港から日本国内、 アジアへの乗り継ぎ便を提供でき、日米両国に割り当てられた計12枠のうち8枠を JAL や ANA が展開するアジアネットワークに関に繋げられると説明。成田と羽田の2つの東京空港で運航を強いられた場合、重要な顧客層の流れは、デルタ航空の既存の成田発着便から地理的優位性の高い競合他社の羽田発着に移るとし、 2016年秋から、成田、ニューヨーク JFK 線と、その接続便の成田、関空線、成田、バンコク線の運休を決定、再開未定のため事実上撤退した。こうした一連の動きの中で、2017年11月、デルタ航空と同じスカイチームメンバーである、大韓航空と共同事業提携を、締結、2018年3月に開始し、 2018年8月には、インチョン国際空港と提携を開始し、新川を北東アジアの主要ハブを構築することを表明した。CEO のエド・バスティアンは、アジア地区において、成田から出て行き、新川へ移転する潜在的な新しい機械を提供していると述べた。現在の日本路線は、一連の動きを受けた後も、 デルタ航空における主要マーケティングに位置づけられており、日本の12都市とソウル、新川を結ぶ路線と東京、成田ホノルル線を共同運行、高度シェアしている。また2019年4月からは大阪、関西イシアトル線を再開することが決まった。今後も共同運行を通じて、日本及び太平洋路線のネットワークは拡大されていくことになる。 アジア方面と、米国方面の組み合わせは、同一同士便名。長距離国際線では、デルタ1、ビジネスクラス、救命、ビジネスエリートと、デルタ、コンフォートプラス、プレミアムエコノミークラス、救命、エコノミーコンフォート及びメイン機便、エコノミークラスの実質3クラス制を取る。コンフォートプラスはマイルではなく金額でアップグレードできることなどから、 いわゆるプレミアムエコノミークラスに分類されることもある。シートそのものは基本的にメインキャビンと同じだが10番台の列など機体前方に位置しており、前後座席間を10センチメートル強広く取り、さらにリクライニング角度を約1.5倍増やしたものでスペースにゆとりがある。また優先登場やスターバックスのコーヒーや上質なスナックが楽しめるといった特典がある。 その他のアメリカ国内線や近距離国際路線では、ファーストクラスとコンフォートプラス、メインキャビンの3クラス制で運行されている、ごく一部のデルタコネクション便に限り全席メインキャンを採用している。例外的に一部の米国内横断路線、ニューヨーク、JFK サンフランシスコ、ロサンゼルス間においては長距離国際線同様に、デルタ1の座席を ファーストクラスに変え運行する。近年は、中長距離国際線やアメリカ国内線の長距離路線に使用する B747 から400、B767、300ER、400ER、B777、200ER、200LR、200 ER、200 200 B757 を中心に、機内全面リニューアルを進めており、 デルタワンにフルフラットベッドシートの装着、コンフォートプラスとメインキャビンでは最新のオンデマンドエンターテインメントシステム搭載を行っている。2017年10月30日よりデトロイト成田線に導入されるエアバス A350 は新仕様のビジネスクラスデルタワンスイートを32席搭載、世界初の個室スライドドアを設置して個室空間を提供し、 全席通路アクセスができるフリフラットシートとなる。その他プレミアムエコノミークラスでは、デルタ、プレミアムセレクトを48搭載するほか、メインキャビン226席を搭載した計306席仕様になる。なお、新仕様のビジネスクラスとプレミアムエコノミークラスは、既存のボーイング777から 200ER、LR 型機にも搭載される。 長距離国際線ででは、全席で機内食やアメニティを提供する。デルタワンは、罪製ポーチのアメニティセット、コース料理や様々なアルコール類を含めた飲料が無料で提供される。メインキャビンにおいては、飲料は原則として、ノンアルコール飲料のみ無料であるが、例外的に、日本発ギビンを中心とした一部路線で、ビールやワインを無料としている。また2016年7月より、 日米路線、日本初ホノルル業を除くにて、メインキャビンを含む全座席でアイスクリームを提供。9月15日以降は、従来のアメニティに、機内用スリッパを全座席で提供する。短距離国際線及びアメリカ国内線では、ユナイテッド航空やアメリカン航空などの競合他社と同様、ファーストクラスでは食事、アルコール類を含めた飲料を無料とし、 メインキャビンでは、ノンアルコール飲料及びスナックが無料で提供される。なお、イーツという名称で有料で機内食を販売するサービスもある。2016年、競合各社との差別化を図るため、ニューヨーク、JFK ロサンゼルス、サンフランシスコ間で、エコノミークラスの乗客に対しても、無料の機内食提供を試験的に開始。 2017年3月1日からは北米大陸横断路線の12路線に拡大することとしている。午後インフライトインターネットの技術を使用した無線 LAN によるインターネット接続サービスを有料で提供している。国内線のみならず2018年現在は長距離国際線のすべての路線でも使用可能である。対象となる機材は以下の通り。 機内紙はスカイを月間で発行する。スカイ、スカイマガジンはアメリカ合衆国の大手航空会社デルタ航空の機内紙である。毎月60万部以上が発行されデルタ航空の全路線、全便の機内に搭載される。デルタ航空が2010年に買収を完了したノースウェスト航空の機内紙、ワールドトラベラーもスカイに統合された。その日本語版は 毎年6回期数月に発行され、デルタ航空の日本路線全便、成田イコールアトランタ、シアトル、デトロイト、ポートランド、ホノルル、マニラ、シンガポール羽田イコールロサンゼルス、ミネアポリスチューブ、関西、福岡イコール、ホノルルチューブイコールデトロイトの機内に搭載される。花放射が出版2010年より販売取り扱いも行われている。スカイマイル、 スコヨーマイルズはデルタ航空のマイレージサービスである。2009年10月にノースウェスト航空のワールドパークスと統合され、提携航空会社が大幅に増えた。また、2011年1月1日よりマイル有効期限が廃止された。スカイチーム加盟各社のほか、下記の航空会社と相互提携している。アジア太平洋地域在住会員のみ、 夏季の航空会社の特典航空券が得られる、登場した場合の加算はできない。なお、シンガポール航空は航空連合が異なるにもかかわらずスカイマイルと提携していた時期があり、ワールドパークスとの統合後もマイルの加算、利用ができたが、2010年5月15日にこの提携が解消されている。米国内の空港を中心にスカイクラブ、スカイクラブの名称で、 空港ラウンジを提供している。利用対象はビジネスエリートファーストクラスの乗客やスカイマイルのメダリオン会員、上級会員及びスカイジーム加盟航空会社の上級会員の一部を中心とするが、それ以外の乗客でも利用料を支払うことで入場できる。サービス内容はラウンジによってそれぞれ異なるが、飲料、軽食、雑誌、新聞類の提供はほぼ共通してなされる。 日本においては、ハブ空港である、成田空港において、第一サテライトと第二サテライトの2カ所で、スカイクラブラウンジを運営していた。しかし、成田発着便の減便に伴い、第一サテライトのラウンジは2017年5月15日で営業終了した。一方、ミネアポリス線など就航した羽田空港では、定型ラウンジという形で、 成田ラウンジの削減をたでのラウンジ提供強化。以前は上級会員でもエコノミーシートでは羽田の定型ラウンジは利用不可となっていた。これは成田ラウンジと異なる運用で上級会員から不満が出ていた。現在は成田ラウンジと同様エコノミーでも上級会員であれば羽田の定型ラウンジが利用可能となっているという形で補っている。 スカイチーム以外では、下記の航空会社とコードシェア便を運航している。なお、大西洋路線では、エールフランス、KLM オランダ航空、アリタリアイタリア航空及び、バージンアトランティック航空と共同事業を行っており、どの会社がいずれの会社の運航便を販売しても、利益とコストを分割し、運営を効率化している。アトランタオリンピックや、ソルトレークシティオリンピック、 コパアメリカセンテナリオなどのオフィシャルを務め、MLB のアトランタブレーブス、シンシナキレッツ、デトロイトタイガース、ニューヨークヤンキース、ニューヨークメッツ、セントルイスカージナルス、ピッツバーグパイレーツ、サンディエゴパドレスや NFL のバッファローセイバーズ、NHL のロサンゼルスキングス、NBA のロサンゼルスレイカーズ、イングランドプレミアリーグのチェルシー FC などのスポンサーを務めていて、 選手移動などで協力していて、同社機材ボーイング757から200などでは、VIP、オールファースト72席使用の機材などで運用されていて、2016年、リオデジャネイロオリンピックでは、同社本拠地アトランタで、事前合宿していた、出場予定の U-23、サッカーナイジェリア代表が、チームナイフ手際で前日までの現地、マナウス乗り入れできていない状況で、 チーム移送依頼があり、チームからの支払いの保証を取らずに6時間以内で手配し、救援チャウタービンを仕立て、チームを試合開始6時間前までに現地へ輸送したりしている。デルタ航空はデルタマティックと呼ばれる予約システムを使用している。デルタ航空が起こした主な事故、楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。